平成29年1月8日、阿蘇市内巻の阿蘇体育館で、平成29年阿蘇市成人式が開かれ、292人が大人の仲間入りを果たし、毎年恒例となっている阿蘇市長からの歌を交えたエールが送られました。今年、阿蘇市で成人式を迎えたのは、平成8年4月2日から、平成9年4月1日までに生まれた292人で、式には振袖、スーツ姿の新成人223人が出席しました。開会に先立ち、まず阿蘇中央高校書道部による書吟のアトラクションがあり、式典では佐藤義興阿蘇市長が、成人おめでとうございます。皆さんの活躍を後ろから応援しますと式辞を述べました。その後、星野源さんの恋とアニメワンピースのテーマソングを熱唱し、新成人にエールを送りました。胸の中にあるもの、いつか見えなくなるもの。力いっぱい皆さん方の活躍を後ろから応援します。本当におめでとうございます。成人の言葉では、新成人を代表して中野周作さんが、昨年の熊本地震に触れ、明日は何があるかわからない、だからこそ今持っている夢や目標を叶えるために、今を精一杯努力しないといけないと力強く語りました。さらに、伊野大樹さん、荒木幸恵さんによる交通安全宣言や、尾上陽介さんによる成人者謝辞があり、最後には中学校ごとに記念撮影をし、式典が終了しました。